自分で買うことはあんまないけど、あったら食べたくなる。東日本の人はあんまり食べないの？そうなの？へえ。知らんかった。そうなのか。知らない？それは普通に知らんだけじゃなくて。でも会社は三重だよ。そんなこのお菓子に地域的な差があるとは知りませんでした。めちゃきのこさん、ナラブさん、だるま、すけさん、しまんちゅさん、赤色サンタさん、くまー、ゆうちゃん、しばけんさん、ナラブさん、くまー、とたこー、あさちさん、MJ さん、ピルシさん、ゆうたんさん、赤色サンタさん、奥行きさん、ゆうちゃん、おいでます元気さん、バラ、竹馬ツールさん、セリアさん、ありがとうございます。おにぎりせんべいは普通にちっちゃい頃とか結構食べてました。最近買ってわざわざ食べることはないけど、家にまあちょこちょこあった。そんなカール的なあれなんかな、ローカルというか地域差があるというか。でも全然三重県って書いてあるよ。目が乾燥する。ともゆきさん、みんみんさん、やじまさん、めちゃきのこさん、やじまさん、くま、ありがとうございます。今日は日帰り仕事、久しぶりに東京日帰りやったかも。最近は泊まりが多かったけん、日帰りは久々でした。
モンブランさん、あ、モンブランさん、モンちゃん、ゆうたんさん、ありがとうございます。そう、明後日には新潟そうなんですよ、すぐ。滞在時間の短い、もちろんもちろんです。だって移動に8時間かかるけんさ、余裕で短い。ケンジさん、かわいいふと、ありがとうございます。東京で泊まった方が楽な気もって、いやそりゃね、メンバーからしたらそりゃそうですけど、選べるわけじゃないので仕方ない。新潟ってどこのお店に入ってもさ、お米が美味しいとかあるんかな。それは別に関係ないんかな。どこどのお店でもいい新潟の米が使われとるわけではないんかな。ね、イメージ的にはどこでも美味しそうだけど、でも別にチェーン店とかは変わらんか。カレー、どういう系のカレーなんやろ。普通に家庭的なカレーかな。多少は辛いのか、それとも家庭的なカレーなのか、どっちなのでしょうか。今日はプライベートで東京ってなわけあるか。そんななわけないじゃないですか。バスセンター、そう、みんなが言っとるじゃん。みんなが美味しいと言っているバスセンターのカレーはどれだけ美味しいのか。安いけん有名なのかさ、美味しいけん有名なのかさ、どっちな、どっちも。
え、立ち食いなん？え、立ち食いはちょっと無理。立ち食い行ったことない。え、立ち食いなんですか？まさかの立ち食いなんでございますか。バスセンターのカレー、立ち食いなんですか。それはちょっと、混むよって、それはちょっとそれはちょっと私には向いていないかもしれない。ケータリングであるかな、あるかな、カレー。テーブル白じゃなかったんで、さすがにそこは期待していません。分かる。みんなからしたらツアーもスタンディングやし、ご飯もスタンディング。ライブ前後ぐらい座ってください皆さん新潟イタリアン、イタリアン、普通にイタリアが有名ってこと？
やすべーさん、MJさん、バーバブさん、ひーちゃん、ありがとうございます。普通に新潟のイタリアンで調べたらさ、普通のイタリアンしか出てこんけど、普通のイタリアンしか出てこん。あー、これか。へえ、これが有名な。そうなんだ。他には何があるか。日本酒？それはちょっとどうでもいいかな。調べようとも思わん。それはちょっとどうでもいいかもしれない。新潟グルメ行ったことないけんね、新潟は。まあでもさらに気になるものはどちらかというとカフェなんでね。そばはそんな好きじゃないよね。好んで食べない。てかやっぱコンタクト2週間経ったんかな。新潟はどちらかというと白い感じのカフェよりかはなんか木っぽい感じのイメージがあるよね、なんとなく。名古屋に近い感じのイメージがある。まあその中からでも白見つけたい。ただ行ける暇があるかわからんけどね。日本海に面したおしゃれなカフェ。それはちょっと知らん。それは知りませんね。ていうかまだ新潟のカフェとかまだ調べてない。スタバなら駅前にあるよって。スタバは大丈夫です。
県を出て行きはしない。やっぱ新潟はなんか木のイメージがあるな。200なら少しは時間、まあでもライブの日もラジオ後だからね、睡魔に勝てるかっていう問題もありますよね。やっぱ新潟は木っぽい感じが。木の感じ、まあ、新潟は新潟でもね、一応広いから、どこを新潟のどの辺を狙うかによって全然変わるけど、ライブ終わりに泊まれるのは次の日余裕あるのかって、いや、そういう余裕があるのはなかなかないですよ。だいたいそういう日は本当に帰るだけだからね見事に帰るだけになるから、基本的に。そんな楽しんで行って帰りに、あの夕方帰りましょうなんてことはないので、うんと、カズさんありがとうございます。おすすめ、いやでもカフェは人のおすすめっていうよりかはやっぱ自分で調べて自分でここに行きたいがでかいかな。木っぽいカフェが好きな人と、サラみたいなもう白系カフェが好きな人と、喫茶店みたいなのが好きな人とで分かれるからね。
どの辺に絞るかによって変わるからまだ分からんや。まあ有名なご飯系とかそういうなんかなんていうのご飯系というか、まあお土産系というかそういうのはまあ差し入れとかケータリングであると。信じたい。で期待してます。よいしょ。神戸のマムーニアってカフェがおすすめ。神戸はね、もう行く機会当分なさそうない気がする。急にお仕事でか、もう普通にプライベートで行かん限りは。神戸はなかなか、たまにね行く機会あるっちゃあるけどないっちゃないみたいな。瀬戸内やけど行く機会あんまないのが神戸なんでね。神戸コレクションの関係があったけん割と行っただけでないね、なかなか。まあ、公演とかあったとしてもあれがないと。神戸はだいたい日帰りできるからね、時間的に。まあね、公演自体ね広島以外でやってないもんね。てか広島自体ちょっと少ないしね、公演今月1ぐらいしかない。まあ今はツアーがね、土日がツアーがあるから少ないだけだと思うけど。久々のお仕事終わりに久々のシェイクシャックを食べましたが美味しかったですよ。なんたらチキンバーガーにアボカドトッピングした。メールで送りましたが、
シェイクシャックのハンバーガー自体ねちょっと大きいよね。まあ中にチキンみたいなのが入ったりしとるっていうのもあるけど、ボリューミーです。でもポテトあれショーっていうか一番スモールよ、あのあれでもあれでもスモールです。意外とそんな多くない。アボカドそんな大きくない気がするけど、なんかこうバーガーがこうなっとってこう見えるようになっとるけんめっちゃ多く見えるだけで、あれをこうまっすぐにすれば別にそんなそうでもないと思う。まあでもポテトは確かにスモールの割に意外と量あるなとは思った。スモールの割にはあるやんっては思いました。今日結構寝たけどやっぱ眠いな。4時間寝れるようになってはないかな。たまたま寝れたって感じ。全然ラジオ後のめっちゃもう体疲れとって眠いですみたいな時でも全然寝れん時あるし、本当に日による。寝れん率の方が高い。なんかがっつり寝れる時の方が少ない。中野さん、そらさんさん、ありがとうございます。よく聞く？そんな言っとるかな。まあそういう寝れた時しか言ってないけんね最近でも寝れた時しか言ってないかな。みんなからしたら結構聞いとる感はありそう。ラジオは座ってるから割と疲労感低そうなイメージ。でも MC の人以外は背もたれ、椅子に背もたれないけん座っとってもちょっと背中がしんどくなる。背中がしんどい。
背もたれは大事。あるのとないのとでは全然違う。そうだよ。だってラジオのさ、あのこうテーブルにこうマイクがついとって、あのチリパの動画撮っとるやつとか、ああいう感じのは普通にもうそんなあれをさ十何席って無理やん。寝落ちすることはないと思う。背もたれないとこで寝落ちしたらガーンってなるけん逆にないと思う。背もたれない椅子で寝てしまうって、まあ相当疲れとったらあるかもしれない。ないと思う。というか普通に壁にガッってなる。壁っていうか、まあ遠い壁に。スタジオはなんとなく立ってるイメージ。やばいやろ、立っとったら普通にみんなで立って、どうやって喋るの。3時間立って喋っとったらやばいでしょ。ひろふみさんへの上田っちさん、ありがとうございます。まあどちらにしろね、スタジオで寝落ちすることはまあなかなかないと思うけど、放送後のイメージ。放送後の写真見たらみんな顔が疲れて、さすがにね5時の顔はそんなシャキッとはしてないよね。なんせ朝の5時の顔だからね。
あの時間は誰でもあんな顔になる。あんな顔ってどんな顔か分からんけどみんながどんな顔、何の顔を想像して想像してる、思い浮かべてるのか分からんけど、声だけだと疲労感は伝わりにくいです。そうじゃないと困ります。もうみんなが疲労感出まくりの声ラジオしとったら、もうそれはわざわざあの時間にやっとる意味がなくなる。さすがにみんなが疲れた声で全員が喋っとったら、なんでこんな時間にやっとんってなる。写真がなかったらね、全くね、一回も写真見たことなかったら雰囲気伝わらんもんね。公式写真の疲れた顔、そんな疲れた顔してるつもりはないですけどね。ヤンガの中で若い方、どうなんやろ。どうなんやろ。まあ真ん中くらいじゃないんかな。どうかな。どうやろう。なんかみんなの年齢言うて分からんだよね。なんかもう学生終わってからは学校以外で出会う人はあんまり。年齢が分からん。でも朝倉瑞希もサラより一個年下だし、まあ年下って言っても同い年っぽい感じではあるけど、まあ田中美穂とかアンナちゃんとかその辺と同い年。めいなちゃん、日々のめいなちゃんとは同い年。唯一かな。どうやろ。年同い年です。うん。ゆきちゃんも一個下。ゆうきりなちゃんも多分下。どうなんやろ、分からん。あ、カレンちゃんも一個下だ。石川カレンちゃんも一個年下です。やけ言うて真ん中よりまあ気持ち下ぐらいかもしれないですね。1個下の台が3人ぐらいおるかな。
からんかな、もう。その何歳ですかってあんま聞かんしね。さあもう全員の年齢は分からん、なんとなくぐらい、自分より年上か年下かぐらいしか分からんけど。年齢非公表の人、聞いたことないけどな。秘密ですって言われたことないけどな。どうなんやろ。まあラジオの中であえて年齢言うこともまあ別にないしね。めいなちゃんとは同い年だっていう話をした件覚えとるくらいかな。話題でわかる。でもそんなみんなね、まあ離れとる30歳の人かなとかもおるけど、なんかそんなめっちゃ年齢が離れとるわけじゃないけんさ、そんな話題についていけんほど話題がお互いわからんほど離れてはないか、ある程度。まあ、10ぐらい違う人もおる、1人、2人はおるけど、そんなね、ジェネギャが生まれるほどのあれではない。ショールームではジェネギャよく感じますが、ここではよく感じますが、ラジオの子たちとはそんな感じない。そんなタメ口で全然喋ってない。むしろ敬語。まだ。なんか放送的にはさ、もう何回 ?20 回以上放送されとるけど、言うてスタジオで会ったことある人って限られてる。だってさ、平田由紀ちゃんとも言うてスタジオで会ったの2回くらいしか会ってないし。そう、何回も会っとる人は逆に何回も会っとるけど、なんかね、そんなめっちゃ被る人もおれば全然被らん人もおるし、
かもさらがこのツアー期間がスタジオに行けんことが多くて、スタジオ NG の日が多くて、もう今月も行けんし、もうそう2回、もう2週連続行けないのでってなると、結構このちょっと前にスタジオ咲いたみたいな言われとったけど、でもこのそのこの2ヶ月ぐらいで全然行ってないけん会ってないっていうのも多分ある。最近はね全然行けてないというか、スケジュール的に行けないというか、まあみんなはね基本ラジオの子たちみんな基本東京に住んでる子たちばっかりやけん、みんなのは基本的に行けるんやろうけど、そらはねなんせ広島ですからねみんな広島出身とか長崎出身とかおっても、みんな今は東京にいる子たちばっかなので、広島からラジオのために来ているの私ぐらいなので、新潟も言うて2時間ぐらいって言っとったし、倍かかってるからね広島4時間ですからね、そりゃ行けない日も結構ありますよねっていう。そう、ほぼみんな東京民とか、まああっても多分千葉とか神奈川とかその辺じゃない、みんな関東の子たちだから、はるばる新幹線4時間乗って聞き取るのはさらくらいやけん、そうスタジオ行けない日もありますね。確かにね、そうさらは行けんけんリモートっていうのが基本やけどさ、他の子たちは普通に東京でリモートやもんね冷静に考えたらさらがチリパをリモート出演しているみたいなもんです時間が違うだけで、距離感的には同じ県内で。リモート出演している。でもちょっと前まではコロナのあれでトップを取らないとスタジオに行けないみたいな感じやったらしいよ、らしいです。トップを取った子一人だけがスタジオに行けるみたいな、それ以外の子は全員リモートっていうのがコロナの期間はそうだったらしい。ステラおばさんのクッキーもらった、差し入れでステラおばはんクッキー。東京でリモートスケジュール、いや普通にあれよ、あの多分まだコロナ関係がなかった頃はスタジオに全員ギュッと入っとったらしくて、そうそれでごちゃ混ぜごちゃってやつやったらしいけど、でも今も毎週呼ばれるっていうかスタジオに呼ばれとるのは5、6人です、毎回。6人だけです。ぎゅうぎゅうごちゃごちゃにいる、ごちゃ混ぜ。らしいよ。さあもうそんな数年前のごちゃを聞いたことがあるわけではないのでわかりませんが、そうだったらしいです。
しいですね。じゃあそろそろランキング読もうかな。ごちゃごちゃのごちゃですから、なんせごちゃごちゃのごちゃです。じゃあランキング読みたいと思います。48位としきさん、24位安部さん、13位しまんちさん、12位竹まつるさん、11位 MJ さん、10位めちゃきのこさん、9位バオバブさん、8位おいでませ元気さん、7位恋してカップさん、6位奥行きさん、5位けんじさん、4位ゆうちゃん、3位やじうまさん、2位赤色サンタさん、1位ナーラブさん、ありがとうございました。てなわけで本日は終わりたいと思います。目がシュパシュパします。これはきっと睡魔でしょう。普通にきっと睡魔でしょう。それじゃあね、終わりたいと思います。それじゃあ終わります。皆さんもとっとと寝てください。とっとと寝れる方はとっとと寝てください。それじゃあ終わります。ありがとうございました。バイバーイ。